could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.今回のキャンプ場は、まだ開拓中、プレオープンのおじろじろキャンプ場というところに来ています。本当に自然がいっぱいのキャンプ場です。一言で言うなら、山です。本当に野営感を味わえるかなって今思いました。とりあえず今のマップを見ながら、緑のとこが林間エリア、ピンクのとこが未開拓エリアで、黄色のところが原っぱエリアっていうちょっと開けた芝生のエリアがあります。でちょっと暑いかなと思ったから林間エリアをちょっと散策して、多分この辺やと思う。ここに貼ろうかなって今決めました。はい、こんな感じです。ガンガンの開拓中のキャンプ場に来ました。早速テント張っていきたいと思います。All my thoughts are running, running round inside my head. Emotions keep coming, they're keeping me from thinking straight. Thought it would be different when I got my things in place. Stuck in this commotion, how come I ain't past this yet? I wanna meet and be somebody else, another me that doesn't need your help. But if I'm honest, I don't think we got it. I tried to change the things you never liked. Try to make this better, make this right, but we're the same. Even though I changed, really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great, but something stayed the same. Something stayed the same. Start a life in the country, I could say yes to that. Whatever way you want me, I'll learn it all and I'll adapt. Even if I changed up everything except my name, we will still be fighting, cause I am still the same. オーナーさん、オーナーさんいました。これが管理棟ですね。今ちょっと通り過ぎた、はい、管理棟があって、あそこが今仮設でトイレ、はいはいはい、仮設状態ですけどトイレがちゃんとあります。ね、でここが駐車場です。そうですね。どこに止めましょうか。
散策しながら帰りましょう、テントに、ね、今ちょっと嬉しいことあったけどまた YouTube 見てますって言われましためっちゃ嬉しいんですけど、もうルンルンです、スキップしていきます、はい いやでもほんと綺麗な景色です。棚田がもうすごい綺麗に見えて、本当に日本一綺麗な村って呼ばれるぐらいあると思います。ママ、やっぱりカメラやったら伝わりきれないと思うんで、ぜひ実際来てもらって目で確認してほしい景色だと思いますね。綺麗な。ママ、僕と森の休日ある、あの黄色い建物ちゃうな、あれあれあれは三方スノーパークやな。そう、よう昔、またこれあれやけど昔よく来たスキー場、スノーボードしに来た。森木ってあんなやつじゃない？森木はあっちの方にある。そうそう、八北、うん、八北やから、それよりもさらに奥の三方スノーパークっていう、うん、スキー場です。ゲレンデがあるとこです。そうでございます。いやめっちゃいいとこ、本当に景色が最高。これまた朝見たら違う感じなのかな。絶対そうやと思う。朝早起きしてまだ見なあかんな。行きましょう、早起きしちゃいましょうカブトムシとかクワガタおるかもしれないし、ね、ちょっと戻ってお昼ご飯作ろうと思います。ちょっとお腹減ってきた。ママ、樹液取りたいからさ、うん、なんか削れるものない？削れるもの探しに行こう。レッツゴー。レッツゴー。ゴー。お昼ご飯は、盛岡冷麺です。いただきます。うん、うまっ、おいしい。盛岡冷麺うまいですか？うん、盛岡冷麺うまい。すごい弾力がすごい、コシがすごい。うん、どうですか、森の中で食べる森岡冷麺。やっぱり森岡冷麺は森の中で食べるに限る。森違いやもんな。ごちそうさまでした。早っ食べるの早っ言わなあかんのかな、もうね食べ終わってないからびっくりした。あんまりにも早かったらびっくりした。フードファイターかな大食い大会出るわ、そんなんやったらな。じゃあ、ファットキャンプさんのチャイスパイスでチャイを作っていきたいと思います。Finger on
もうちょっとこうして、お肉焼いて、ハルト早く食べたい。お肉焼く？ちゃうよ。あ、サラダとちゃうよ、ベーコンとお肉を、終わったらいいだけ。今日は、はい、こちらオリジナルスパイス、柚子味マキシマムです。あ、柚子、まそう。美味しそうやね。いっちゃいましょう。仕上げにかけて。パラパラっと肘のあれで。そう。高い位置から。うん、いつものように。いつものように。じゃあキャベツ巻きいただきます。絶対美味しいやつや。キャベツ、豚バラで巻いたやつ。うん。美味しい。それは美味しいでしょう、うん、このキャベツのシャキシャキ感がたまりません。美味しい。うまっ。ちっちゃいうまつ出ました。静かやからね。森は静かやから。うわっ、臭くなかった。やっぱ美味しいこれ。あ、やっぱネギうまい。うん、大人やな、ほんと。なんか、あのやば、やばっ、いい、すごっ、幸せ幸せいただきました。霧が晴れたな。うん、霧が見には霧だわ。すごかったよ、さっきは。チーズフォンデュいただきます。すごい、プロントすごいチーズ。熱い。うん、あかっ熱い。うん、うん、うまっ。おいしい。たぶん失敗やけど、おいしい。ここにチーズついてる。うん、取れた。うん、うまっ。でも欲しいな。おいしい。ふーちゃん、ふーちゃん、ふーちゃん、おいしそう。ふーちゃん、ちょっとだけよ。ざん、ざん、いただきます。うん、あ、うまっ。これおいしい。はい、お、すごい。オッケー、お口。うん、おいしい。よかったよ。いただきます。
いやん。美味しい。美味しい。うん。美味しい。美味しい。でもママ、マシキマミ。マキシマメ。一球で余った。20回で余った。え、ママする？ママゴロンしてる暇ないやろ。お前、立て！でも、また私だけ5時起きやったし、みんな全然起きんから一人で雲海見て。雲海見えた。見えた。まだあったね。おお。父ちゃんが行った時。景色最高でした。もうさっき見に行ったけど景色ほんま最高だったな。うん。ほんまに綺麗。今まで見た景色一番綺麗な間違いない。なあ。うん。なんかここほんまに兵庫県かって思うぐらい。確かでも日本一綺麗な村やったっけ、言われる意味は分かった。棚田がもうまっすぐやめっちゃ綺麗やん。チョコレートみたいの、うん、山のあの重なりがすごいよな、うん、ほんまに教科書に載ってたもんだよ。ほんまに綺麗。ぜひあの肉眼で見に来てください。見た方がいいと思う、肉眼で。いいところです。なんかそこ景色いいところに椅子を置いてコーヒー飲んでる人もおったし、三脚でカメラ撮ってる人もおったし、今まで絶景サイトとか行ったけど、そうやってしてる人初めて見た。どうこれ見ちょって。じゃあご飯食べてコーヒー飲んでゆっくりして撤収して帰りましょう。